返し埋まっちゃなくても一人ごとダイス明かりに釣られて虫みたいに集まる夏は暑いし冬は寒い風潮にやられ体がだるいだから逃げ出す人ゴミを叫ぶ4歳くれば少しはマシになる4歳くれば少しはマシになる僕のデパートの奥の一角閑静なスペースそこで一分初老の男がたらい回しかどこかと話し聞きながらまた一分夕暮れを過ぎて人が少なく静かになるのを待つ4歳くれば少しはマシになる少しはマシになる夜の都会をしない港を彩るライト当たりは暗い黒いを見えない好き放題に浮かれてない夜の都会へスライド港を彩るライト当たりは暗い黒いを見えないこれが僕らのアーバンシティライトネットバンキングそれがあれば安心外に出る必要はなししかし街の明かりに魅了されまた出かける羽目にそして案の定文明の力にやられどっか避難する場所を探すために4歳くれば少しはマシになる4歳くれば少しはマシになるレコヤと本屋と古着屋を巡りあとはあの公園へと逃げ込むベンチに座る隣には苦労者高架下の廃れた店を眺めるその日暮らしをやめて家へ帰ろうと歌われたからもう帰ってしまう方が4歳くれば少しはマシになる少しはマシになる夜の都会へスライド港を彩るライト当たりは暗い黒いの見えない好き放題に浮かれてたい夜の都会へスライド港を彩るライト当たりは暗い黒いの見えないこれが僕らのアーバンシティライト都会へスライド